はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはまだこちらクレフラ UFO をですね、久々に使っていこうかなと思います。クレフラ UFO、まあ、タックで使います。タックのクレフラ UFO かなり強い、まあめちゃめちゃね、相手からするとめんどくさいっていうキャラなんですけど、まあトレガがやっぱり流行ってる中でクレフラ UFO が少し使いづらいんじゃないかって言われたんですよ。でもトレガの対策をみんなが慣れてきて、クレフラ UFO めちゃくちゃ強いじゃねえかみたいな、トレガが減ったからクレフラ UFO めちゃくちゃ強いじゃないかってなってる中、なってる中またクレフラ UFO をね、改めて使いたいと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。さあやっていきましょうか。1戦目ですね。お相手がバイクとバサカ、どっちも足を固定してるんで、こうなると予想はブラカブルとトレガが来るんじゃないかなと予想してます。とりあえず大型何かナスか。まあ、ブラブルが来るならばナスは一応有効ですね。ただ、手札的にトレガーを倒せるキャラがいないんで、そこだけ注意したい。ユカリンが一応ブルドラリーダーなので、あ、トロールいるって。いいですね。ブルドラリーダーなんで、自分のナスを相手のね、進撃大型に与えですね、まずは。まあ、あとは、オニンコバイクが強いんで、あれをどうするかって感じですけど。あ、おじさんハウス。なるほど。まあ、この感じは、もうあれっすね。グールっすね。完全にあれっすもんね。これ。この感じ。よいしょ。やばいな。こうやって。大丈夫かな。大丈夫か。まだ。バコージが頑張ってるけど、これフェアリーがいいのか、もしかしたら。とりあえず取ってくれてる。 OK で、ブールが頑張ってますね。だいぶ大砲、おーい、それはずるいぞ。なんか別の状態者入ってくんねえかな。これはね、ダメ。絶対にこれは解除するけど、つけるって。いや、ずるいな。これはえぐいっすね、だいぶ。爆王子のおかげで、なんとか、倒してくれた。倒してくれたのはマジで偉い。けど、これでもやばいし、ポストもやばいし、いろいろやばい。コクってくれる、でかい。なんとか奥やりましたね。安いくか、あ、いかなくていい。ナイス。うわ、助かる。クレフラ行くか。ほんとあんま行きたくないけど、行かなきゃダメだな。食ってる偉い。お財布ですか。これ帰ってくればね、余裕できるから。なんで壊して帰ってきてない。ラスト解除しよう。さあこれ相手大型がいない感じか、もしかしたら。だけどナスだけいつでも切れる状態作んなきゃないですね。切れる状態作っとかないとまずいんで。だいぶクレフラ UFO 強えな。ラストクレフラですね。行っちゃいました。あ、おいしい。これ取れるんじゃないか普通に。さあ、アシュラ下切って、フェアリーがいる。ナス切っちゃうか。で、クレフラ戻ってくれ。相手大型いなかったっぽいですね。多分中型コートですね。片方フランケンかな、裏。判定ですけど、なんとか抑え切って。判定勝利。入ってないのダメージね。大丈夫でね。あ、アシュラ頑張ってるな。まあいいでしょう。次行きましょうか。こういう時マジナス弱いな。本当に使える場所がない。使える場所がない。相手おじはよ一本あった。よかった。ちょっとやわめなキャラ来ましたね。エルフとバルキリー。バルキリーは対空があれば問題ないですけど、なかったらきついのと、エルフに関しては自分の UFO がですね、 D1 も団子も底力もないんで、アロレン一発で落ちるんですよ。それがね、ちょっと怖いなぁ。で、大型はミノか、対空なし。で、バルキリーを引いていくと。ヘジモの金がいるんで、一応エルフのとこ飛んでってくれはするんですけど、相手のバルキリーを落とす手段がユカリの調査兵団。だから調査兵団ワンパンできないんで、そこっすね。問題は。まいまい。打ちましょうか、自分が。進撃キャラがね、今回少ないんで。
無理かな。無理か。まあでもこれまずクレフラいっちゃおう。このクレフラに何を切ってくる？お相手。回収できてない。これなんだよな、きついの。いや無理。ヘジョウからなんでヘジョウ法通しねえんだあいつを。さあ来るのはそれ。なんとか間に合った。オケだ、オケだから一応ぶん回せば倒せる予定。ナイス平段。でやべえけど、あれはバルキーで後ろ見よう。下も見れるでしょう。なんでチビフォーあっち来てんだ。チビフォーさっき一番見なかった。あ、飛んでただけか。上側に来ちゃった。まあいいか。とりあえずそこはいいでしょう。さあ、ここに置いて。バルキリーがやってほしいんだけど、エルフはマジ無理。困りましたね。で、しかもここで一発それを打ってくると。スキル打たねえな、金兵士砲。ユカリンがゾンビでカウンター測ってくれてるんで、なんとかって感じなんですけど、あーそいつもきついな。さてゾンビが抜けるかどうか大事。わ、行かないんだそこ。あとカニしかいねえや、きつい。ユカリンがプリンセスを切ってくれてるが、パンパン耐える、セーフ。ゾンビが死んでしまっているのが気になるところ。さあ、ここカニ誘導して爆押し頑張ってる。あとはどうかな。そうっすよね、かなり厳しい展開。さあ、上倒してくれたのは偉い。前々がカニが頑張って食べ取ってる。偉い、守りきれ。あぶねえ。よう思ったわマジで。そうなんですよ、エルフがマジで重いんですよね。クレフラやってる時マジで UFO が即死する。まあ団子とか底力振ってる話があるんですけど、振ってないとワンパンなんですよね。さあ、続いてやっていきましょうか。まあ、クレフラ UFO やってる時の弱点。まあ、1個目やっぱ一番は誰でもわかる大型引けないことなんですけど、もう一個は、クレフラ UFO でコストを回復できるはずなのに、出すキャラがいないことっすね。なんで、なるべくキャラ数が多いのは持っておきたい。例えば、まあ、今回フェアリーこれ補欠にし忘れてるんですけど、クレフラ UFO やってる時は別にフェアリーは補欠でもいいかなと思ってます。というのも、フェアリーって出せるキャラ数的に4体なんだけど、4体出し切るまでに消費するコストは4コスト分だけなんですよね。とか、そういうところで、まあ、どうコストをうまく使っていけるか。っていうので、まあ、クレフラー UFO のね、まあ、進化が発揮されるんじゃないかなと。個人的には、それは無理だ。さすがに3も重ねてる。あれはね、引っ張って、いろいろわちゃわちゃできると思うんで。そうですね。まあ、クレフラ UFO の対処法は、ああやって大型ドーンって一気にやって潰すことですね。実際マジで。対空がないのでマジで Y バーンきついんですけど。UFO 当てましょうか、もはや。あ、条件者やってくれてるな。さて。で、ブルドラが行ってる。さて、これフェアリー上げて。あー、裏が止められてるな。ロックマン1本置くか。一発だったら神。あー、きついか。あとはここっすね。どうやってロボを止めるかっすね。レド側当てるんですけど、すぐにあったくないので。あ、行くしかないか。しょうがない。これは。一応触られてないんで。あ、これ触られるも。でも、爆音が強い。なんか入ってんな。あ、ゴブリンが。パイロットゴブリンが入ってる。あ、ゆかりゾンビ来た。ゆかりゾンビ加速させてあげる。はい。足で、ゆかりゾンビ。はい、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 はい。なんかすごいなんかうなずいてる。UFO ね、使ってね、ゾンビ助けてあげましょうか。UFO ね、一応タイマン Y バーン倒せるんですよね。
まあ、ゾンビまだほぼ無傷なんで、これで食らっちゃいますけど、これぐらいだったら大丈夫。さあ、増えていく。いいっすね。シャークも出してるんで、チビブルの横当ても倒せるでしょうと。いい感じ。まあ、クレフラ何もしないし、死にましたけど。まあ、しょうがない。でも、その代わりあそこにね、ゾネス3本とミノガールって言っても、14コスト使わせてるんで、まあ、全然いいかなと思います。ゾネスリーダーだ、相手。アビゾネス3本使ってられっか、いいっすね。よし、やっていきましょうか。あ、まあ、クレフラ UFO、本来 UFO と固定してるんで、クレフラ絶対殺させたくないんですけど、まあ、さっきみたいな処理の仕方がクレフラがすごい苦手な行動。いや、やられて苦手な、あれですね、ムーブですね。あれをやられないようにできれば回避したい。まあ、相手のリーダー全然見てなかったんで、普通にクレフラポイント出しちゃいましたけど、本当だったらあれはクレフラ切らないで、ちょっと様子見てゾネス1本、2本って切らしてから、クレフラで、ゲームメイクできると、本当はもっといいかもしれない。はい。アビゾネス3本使わせられたのは結構でかいんですけど。さあ、ロックマンが削る。あ、いいっすね。これで、いいっすね。だからこれで問題は、まあ、カマキリいるからある程度大丈夫なんですけど、クレフラをどこで使うかっすね。ポックルもいるので、あ、これクレフラ前線使ってこうやりたいな。さあ、これ、あー、それはね、無理。無理ゲーマーマンだから、落下のタイミングでいい方出して、解消して、OK。それはやばそう。これ見ようか。ポックル一応3本使って、結構削ってくれてると思うんですけど、あー、まだ残ってんな、あいつ。うん、俺も一発だけしましょうか。これ倒せるでしょ、OKOKOK。これ倒せればでかいですね。で、クレフラ切って解消してほしいんだな、できれば。これ解消できると熱いんだけど。ちょっと今すぐに UFO 切れないのが痛いとこだけど、相手も結構コスト使ってくれてるんで、これ多分素直に回収させてくれるんじゃないかな。多分止めるコストないと思うんですよね、お相手。で、あとロックマン3本の、マイマイ5本か。ってなると先にマイマイから。近距離系は取っときたいな。ここはね、クレフラ横差しして、マイマイ切って、支援して、瞬殺。OK。通りで取りに行こう。さすがに守れない、ここは。譲ってくれる。で、クレフラ回収して、あいつは食わるんだけなんで、食わらないように立ち回りたいんだけど、どうかな。支援系バシバシ当ててもらって、ナイス。で、これクレフラ前線切って、簡易受けできるはずなんで、これ食べてもらう。OK。ここからも無双っすね。ロックマンも3本残してるんで。まあ問題は、チビブルにあれがやられるのマジもったいないんで。あ、ナイスカマキリ素晴らしい。いいっすね。これでチビブル持っててくれるのはマジでかい。で、これチビブルも殴ってくれたんで。で、ユキンコも一応いろいろバチャバチャ倒してくれたんで。これユキンコもいないっすね。あ、アビユキンコか。もう一個いる？もしかして。あ、ナイスゾンビ。なんで床にこのゾンビいてんだ？だから。え？好きだから？ゾンビが好きだ。今、噛んでなかった。なんて言ってるか分かんなかった。ナイス、いい感じですね。今クレフラの強いね、立ち回りができた。いいとこ見せられたんじゃないかな。ナイス、今日引くな。確かにゾンビ好きだから。エカの方超好きだったよ。カマキリ、金カマキリ、アンキリ、ゾンビ、マイじゃあマイマイ。さあ、ラストやっていきましょうか。いい感じでしたね。クレフラ UFO のなんか今強いムーブがね、見えたんじゃないかな。まあ苦手なこともあれば、やっぱ苦手なことをね、かいくぐれれば、ものすごいね、強い立ち回りを繰り返せると。で、相手を詰ませることができる。UFO を使わなくても自力で戻ってくるから無限ループできるっていう。あ、それが噛み合うとめちゃめちゃ強いんですよね。さあ、お相手のキャラが強いぞ。まあ、チビホアと魔導騎兵。今のね、アビさんの、やばいキャラ、筆頭っすね。バルキリーがいるので、チビフォアは一応、見えないことはないんだけど、対空引かれてるだけでバルキリー積んじゃうから、できればね、バルキリーは早めに消えたくない。私はスライムで、砦張って、撃ちましょうか、一発。あ、ユカリ撃つって言ってな。最初はね、スライムで砦を張って、でその後、チビフォア切ってくれば、次どうかな、俺。チビフォアを切ってくれば、こだまのね、タイミングよく合わせて、出してあげるのもありかな。あとは任しちゃおう。多分大丈夫だと思うけど。ダメか。うーん、打たないか。惜しい。すげえ、バゴンバゴン動いてたけど。まあ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 。さあ、出てきたのはライダー。ライダーか。まあ一応ブルこっちいるんですけど。ウェイでキャラ引けないとな。あ、これバルキリー行ってもいいんだよな、これだったら。行くか。ウェバルしちゃうか、これ。サイバルしてもらって、で、スライム置いて下、壁張って、一応、まあまあ奪っとこう。床にチビフォア取ってくれてるから、
このまま奪って OK でチビフォアとスライムでターゲットライダーを倒そう。さあ取り手ワンパンっすね。いい感じ。ユカリがブルドラゴー、それに何を合わせるかって感じですね。でそれでワンパンなんでそこにキャラを合わせたいが、うん、合わせづらいなこれ。あでもなんか倒してくれそう。強い爆押しがぶっ壊れてやがる。うわ強っ。でこれクレフラ重ねちゃおう。倒そうこれ。アドも倒したい。クレフラ回収したい。これできない。戻そう。バカだね。ここだよなクレフラ魔法のとこ。こうなると本当にアホンダラーって言いたくなるけど、まあ、しょうがない。スライムで壁張ってあげて、しっかり倒してもらって、うわーバーベキューで落とされるの痛いな。小玉を置きましょうか。一応ね悪縁がいるんですよね自分に。まあ、悪縁をいつ使うかって感じですね。これで肉に切ってもいいんですけど、流れてももったいないしな。行くか取り手に。早めに行かない時間ないしな。取っていく。よかった。強いの。エチョーク31強い。あらら飛ばせ。あ、オッケー。さあキャラ流してけ。どんどん取っていく。ナイス。ただまあこれ干渉は無理っすね。干渉ってか点差は無理っすね。硬かった相手が。こういう時ね、クイーンビーとか引いてるとマジで熱いですけどね。魔導系全部使ってるんで。あ、しょうがない。判定でも勝ちは勝ち。美味しいですね。あ、俺、判定勝利と判定敗北、ポイント同じなかったっけ？確か。あんま意味ないのか。まあいいでしょう。リンクポイントは美味しい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのはクレフラ UFO。で、まあやっぱいいところもあれば悪いところもある。まあいいところの方がね、目立ちますけど、苦手な部類もやっぱありますんで、クレフラ UFO の対処困ってる方は、今日実際に相手にやられて、あの相手対処の方を知ってたじゃないですか。ああいう対処の仕方で、瞬殺されると、やべえ、UFO が使えねえ、みたいな。腐っちゃう、みたいな。回収できるキャラか、回収したくないキャラばっかや、みたいな、になるんで、火力が一番のおすすめかなと、思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。